A さんは典型的な YouTuber で、早起きしてワークアウトしている様子をビデオに撮っている。本人は寝癖がひどく見えると思っているようだが、私は普通に散らかって見えると思う。それに外は本当に寒いから、A さんはフェイスマスクを用意したんだ。A さんであることに気づくまで、彼は少し自転車を漕いだ。つまり、彼は不注意なのだ。つまり、ジムのカードキーを家に忘れたということだ。A さんは数日前に新しいジムの会員になった。彼は過去にワークアウトをしたことがあるが、一度に数ヶ月以上、一貫して続けることができなかった。しかし、彼は今年一年ワークアウトに打ち込んでいるので、私たちは彼の進歩を見守ることができるだろう。今は懸垂もできないが、頑張ってほしい。家に帰ると、やることリストがたくさんある。まず、自分の服をすべて元の場所に戻すことだ。彼は服を全部床に置きっぱなしにする傾向があるが、日本は彼を少しずつ片付け上手に変えている。母親も誇りに思っていることだろう。次にプロテインシェイクだ。彼のプロテインシェイクは、ワークアウトの後に欠かせない。そしてシェイクを飲んだ後、ようやく自分の YouTube チャンネルがどうなっているかをチェックする。後回しにするのは難しいが、あまり頻繁にチェックしすぎると、その日の気分が変わってしまうことに気づいた。この一週間で、YouTube は彼のMoving to Japanのビデオをより多く推薦するようになり、再生回数は日本での彼のビデオすべてに波及した。彼は、これらの動画が将来爆発的にヒットすることを確信している。一日の準備をしながら、彼はある大きな疑問に悩む。メガネをかけたままにするか、コンタクトにするか。彼はメガネがない方が似合うと思っているが、コンタクトを入れるのが億劫なのだ。でも、彼の髪が乱れすぎていて気にならない。A さんは今、そのトランジションスキルで私たちを感動させようとしている。時々、彼のためにナレーションをするのが恥ずかしくなる。A さんは列車からの景色はいつも美しいと思っている。でもまた、彼は日本のすべてが美しいと思っている。彼はこの新しいアニメシリーズ、Not an Animeで、可能な限り日本を探索するつもりだ。この楽しい冒険にぜひご参加ください。しかし今日の冒険を始める前に、A さんはお腹が空いたので食事をしなければならない。もちろん、A さんにとっては、マクドナルドに行くだけでも冒険なのだが、ここは日本のマクドナルドなので、A さんにとってユニークなメニューがたくさんある。しかし、私が少し不満に思ったのは、彼がチキンナゲットしか注文しなかったことだ。おめでとうございます。A さんはとても飽食で、毎日同じものを食べるのが普通だ。彼はこの運転手がマスクをしていると思った。しかし、助手席にあったのはただのマスクだった。A さんは食事を終えると、旅に出た。やがて、普段は決して入ることのない東急ストアが目に留まった。彼はその店が地下にあることにクールさを感じ、その大きさに驚いていた。彼は好き嫌いが多いので、これまでスナック菓子には見向きもしなかったが、今日は実際に食べてみようと思ったようだ。パンは金色に見え、抹茶のスナックは可愛く、これはもっと可愛く、このホットドッグは奇妙に見え、このサンドイッチはアンクルスタブルズを思い出させた。彼は英語の看板をありがたがったが、それがなくても、これらがすべてデザートであることはわかるだろう。彼はインスタントラーメンがあまり好きではなかった。これは彼の好きな料理の重要な材料の一つで、いつか作ってみようと思っている。七面鳥のひき肉がないため、肉売り場にはあまり感心していないようだが、それにしても七面鳥のひき肉は日本ではどこにも売っていない。もちろん、日本の食料品店には寿司が欠かせない。意外なことに、A さんは結局何も買わなかった。いろいろなお菓子を見るだけでも、彼にとっては冒険だったからだ。そして彼は新たな探検場所を探しに出発した。Wait, wait, wait, narrator さん、can I get the mic for a moment? それは三脚ですか。
Yeah, I didn't really have another choice. So can I get it? まあ、どうだ。 Okay, thank you. First of all, happy late New Year's to you all, wherever you are in the world. Happy 2024. My biggest goal right now is to grow my YouTube channel. I've been doing this for more than 2 years now, and I've had so many ups, I've had so many downs. Through it all, I've learned so much, and I feel like it's all brought me to this point now in Japan. I really feel like me and narrator-san got something going on right now. 話しかけるな。 Okay, I feel like we're slowly building a strong community here on YouTube. Whenever new people watch my videos, they can tell that something special is going on here. And I know if YouTube just pushes out my videos to more people, we're gonna go crazy. So with that being said, I'd appreciate it if you guys subscribed.Tell your friends and join me in making 2024 our year. We are all gonna grow together. It's gonna be crazy. Okay, narrator-san, you can take it from here. もう十分だろう。 A さんはこの6階建てのビルの最上階から全てのフロアを探検したいという。誰もいないエスカレーターで、 A さんは急にかっこいい写真を撮りたくなった。ポーズを取ったり、なぜか座ったり、さらに近づいてきたり、音楽に合わせて頭をポンポン叩き、若騒ぎをした。5階には素敵なレストランが並んでいた。メニューにある寿司は本当に美味しそうだったし、この店はかなりクールだと彼は思った。しかし、彼の使命は上向きだった。最上階に着いた時、彼は自分が高名なアートギャラリーにいることに気づいた。そして、自分が場違いであることに気づき、すぐにその場を去った。しかし、3階に着くと、すぐに彼のために作られたものだと分かった。A さんは大の漫画好きで、漫画がいっぱいあった。五条悟は彼の携帯電話のロック画面であり、A さんは彼が店内のどこにでもいるのが好きだった。どうやら A さんは呪術廻戦に巻き込まれたようだ。そして、ワンピースのような他の多くの漫画に追いついている。最初は、この本棚にワンピースの全ての章が収められているとは思わなかったが、よく見ると、全てのアークを見ることができた。ワンピースのすぐ下には、ジョジョがあり、アニメは素晴らしかったが、漫画は少々わかりにくかった。スパイファミリーもあったが、A さんにはその宣伝文句が理解できなかった。ブラッククローバーはまあまあ、僕のヒーローアカデミアはまあまあ、ワンパンチマンは大好き、ドクタードットストーンは嫌い、チェーンソーマンは鬱陶しいと思い、バルト、ナルトは見たことがなくダサくだと思い、ハンター×ハンターは大ファンだという。A さんがウィーブであることが分かった。そして、そこから生まれたものがまだある。普通の日本語の本もたくさんあったが、A さんは、すべての文章が上から下へと読まれているのが面白いと思った。もちろん、彼はあまり読めない。店内にはクールなキッズコーナーもあり、カラフルな絵本がたくさんあった。A さんは絵本を手に取り、何が起こっているのか理解したかったのだが、彼には少し複雑すぎたようだ。トトロのぬいぐるみで遊びたかったようだ。赤いサインは遊んではいけないという意味だと思っていた。2階は女性向けの店だった。A さんは女性ではないし、恋人もいないので、足早に通り過ぎた。1階には小さな農産物店があり、その隣にはベビー服の素敵な店があった。A さんには買えないカメラ用品もあり、A さんに恋人がいないことを改めて思い知らされた。暖を取るための居心地のいいものを扱う店もあった。A さんはこのぬいぐるみを可愛いと思ったし、このブランケットはもっと可愛いと思った。本当は手袋が必要なのだが、残念ながらメンズサイズはなかった。美味しそうなケーキで一杯の綺麗なケーキ屋さんもあったが、A さんはケーキがあまり好きではなかったので、そのまま移動した。最後のフロアはまた別の巨大な食料品店だったが、A さんは今日すでに一軒を探検していたので、その場を立ち去った。A さんは急いで駅に戻らなければならなかった。その日1回しかない授業に遅刻したくなかったからだ。彼は悲しげに、さらにエスカレーターでの撮影を試みたが、幸いにも時間がなかった。彼はトレイン君に乗った、帰りは自転車で帰ってきて、授業に間にあった。彼はこの YouTube のビデオを編集する時間が経った。つまり、授業中にノートを取るのだ。以上で、アニメシリーズ第1話、アニメじゃないを終了する。この冒険にぜひ参加してほしい。